ち。意外と第2弾の方がうまくいくよね。わかる。あるあるよね。あるある。たこ焼きの一発目って、まあ、失敗しがちよね。あ、これで、あ、生地緩かったわ、硬かったわ、じゃあ水出そう、粉出そうとか、鉄板がどうこうって反省を生かして。もうすぐ半年経つやんで。どんな感じ？難聴そうじゃないの？いや、今になっていろいろ悩みとかが出てきたタイミングか。そうなの？なんで最初の頃は確かに大変やけど、大変なのって寝不足とか寝かしつけとかぐらいで、基本赤ちゃんも寝てるし、そんなに悩むことは少なかったの。大変や大変やって思ってたから、思ってたより楽やんっていう。そうで、今6ヶ月とかになってくると、うん、だんだんこう寝返りできるようになったとか、座れる子もいるとか立った子もいるとか、ちょっとずつ人それぞれできるあれできるみたいなのが増えてる。いろいろこう成長が人によって違うし、うんうんうん、なんかうちの子何おもちゃにもうちょっと興味持ってほしいなとか、あ、そう、なんかそういういろんな悩みが今出てきてる感じですよ。先輩、おもちゃに興味持ってほしいか今の悩み。いや、いっぱいある。おもちゃの悩み以外他なんかある？おもちゃの悩み以外はなんかそのあれは離乳食始まってたよね。離乳食は離乳食がね進まない。いや離乳食初日結局カナも来てくれたよ。うん、で離乳食、私、まあ、おかゆから始めて、うん、おかゆは意外といけそうだったの。初日の雰囲気からするとなんか待ってましたみたいな感じで、スプーン大好きみたいな感じで口上げたよね。であ、この子は食べる子なんやと思ってたんやけど、うんうんうん、おかゆが1週間ぐらい終わって、次人参とかかぼちゃとか野菜に入ったら、野菜を結構嫌がるの。あ、そうなの。もう野菜って分かった瞬間でって出す。え、今に人参、かぼちゃ、かぼちゃ、バナナ、ほうれん草やねんけど、もうちょっとでも入ってたらそれに気づいてベッて出しちゃうけど、いや、これもきっとあるあるやしと思うんやけど、やっぱ悩んじゃうよね。そうね、確かに。まあいつかはみんな普通にご飯食べるようになるから、うんうんうん、気にせんでいいとはいえ気にするよね。そう、やっぱ食べてほしいと思うし、うん、で私なりにちょこちょ こう試行錯誤してるのは、うん、まずはそのお粥とか、うん、人参とかにそのミルクをちょっと混ぜてみる。あ、なんかやっぱミルクしか飲んだことない子やから、うん、ミルクを混ぜて味をちょっとこうミルク風味にするっていうので、まあ、お粥はそれで割と食べれるようになってきた気もするけど、お食事エプロンとかをめっちゃこうなんか見て遊び出しちゃったりとか、お食事エプロン食べ出したりとか、なる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 。だからもう全部をやろうとしてるからあかんねん。先生言う、先生言うよ。もう野菜これに食べさせたい、ね、エプロンもつけたい、うんうん、とかご飯も何杯も行きたいとか、どれか捨てない。あるんですよ。だからもうドロドロになってもいいから、もうお食事エプロンまず諦めるとか。野菜食べへんのやったらもうちょっとまして、ほら次豆腐とかタンパク質も始まるやん。豆腐食べるかもしれんから、もう ちょっとまあまあ食べへんのなんや程度の気持ちであげて、またなんかその辺から野菜ブームが、今ブーム来てないけど野菜ブームの波が来るかもしれんから、そのタイミングってあるよねみたいな感じ。すごーい。いやね、多分私が想像するに、いやいやいや、マナがもうこんな目でこう上げてるのが今日食べてくれるよね、めっちゃ美味しくできたからみたいなのが想像できるわけ。それ食べてほしい。なんかマナじゃなくて旦那さんやったら食べるって言ってたやん。だから多分もう目力と、私これ作ったからねみたいな。多分旦那さんは作ってないから別に、まあ、キュンっていう感じやん。そうかも。圧出まくり。そうやね。なんか多分私は食べてほしいっていう気持ちが強いから。分かるよ、めっちゃ伝わってくる。あげてもあんまり食べへんのに、たまにこれ主人があえてあげたら完食したりとかするの。うん、だからそこよ、伝わっちゃってる圧がね。そう、圧やね。そっか、なるほど ね、まあ、ね、圧を捨てるのは難しいけどね。そうやね。あと、そうそう、あの初日にさ、私同行したやんか、で、あのマナが離乳食へのなんか気合が伝わってくるのか、これ美味しいよーみたいな、もうなんかご飯だからねみたいな説明したい気持ちは分かるよ、うん、もうテンションがもうさ高すぎた。 お母さんうるさいみたいなのに、多分これ人参美味しいよみたいな多分入っちゃってるの。
いや、もうやりすぎて。いや、でも、初日から言ってよ。私、いまだにそうやね。なんか、いや、あんまりほら、釘刺すようでさ、言ったらあかんのかな。言ってよ、もう、ゆたし、いまだに、はぁ、おいしいね。そう、こんじゃおいしいよね。すごいおいしい。で、横で、私が離乳食を食べるよ。食べる、こう、ふりして、すごいおいしい。これ、なんか、なんていうの、変に演技入っちゃうっていうか、役者魂が変に出るかわからんけど、すごいおいしい。人参って言うんだって食べてみる食べないよねあーって食べてんねんけどそのあんどれだけの重みがあると思うもうさもう口も開けるのもさ開けたくないってなるやんなる それがいいと思ってたもうめちゃめちゃ説明するそうね気持ちをちょっと落ち着かせるニュートラルな人になるそうご飯は楽しいっていう風にしたくて楽しいっていう空気を作って挑んでるけどもうちょっと不自然な方だから今ご飯は楽しいやけどご飯のハードルむちゃくちゃ上げちゃってるやと思うご飯は普通に遊びの中の一つみたいな雰囲気にするといいじゃん確かにねご飯食べるでみたいな時間がなってるなってる来たらさ怖いやんほんでさ今日は食べてくれるかなとかいつもドキドキするし気合も入ってるんでそれが伝わってるんかもしれない絶対伝わってるわめっちゃいいこと聞いた、うん、そっかなるほどね、うん、もう食べてくれへんねでも多分同じようなこの離乳食さつまひで悩んでる方もいると思うのでリラックスして私に言われたくないと思うけど気楽にね、うん、いや私も最初はそうやったなと思う同じことをあの歯磨きでも言えるね歯磨きやでってめっちゃ一生懸命こう、うん、お母さん一生懸命なるやん、うん、私もそうやったんけどあの一生懸命が嫌で歯磨き嫌いにへぇ歯磨きなんか適当にするよってもう目をこう細くしてさこう磨いてるとまあえっかって口開けるけど歯磨きもう今日こそ上も下も磨くねってなるやんあれ怖いねだからそうなんやろだからそういうことか実はその中身が美味しい美味しくないとか何がどう好き嫌いじゃなくてこっちの問題かもしれない、めっちゃいいこと聞いたあてかおもちゃもそうかもおもちゃで遊びやお母さんこれ用意したからいやだからこれおもちゃ遊んでほしいおもちゃ推しのおもちゃ推しのおもちゃでいつも推しのおもちゃがあるわけ今の成長の時期にこれで遊んでほしい握ってほしいし口にも入れてほしいしとかこのおもちゃすごい面白そうやねって言ってこんなとこに鼻ついてる、持ってみるあすごい上手やっ怖いちょっとやってためっちゃやってためっちゃやってた鼻かわいいすごい上手やねめっちゃやってた、うん、そうだちょっと味強すぎなるああそうか、そんなん言っちゃっていいんかないやもう、マナんち行ってマナの様子を見てるやんなんかマナの気合がもういつもさお歌歌う時のもうお歌もすごいわけもう絵本もやろ絵本の読み聞かせももうすごいわけもう一種のショーみたいな感じになっちゃってるわけもっと日常に寄せていくのがいいじゃんなるほどね、結構いい声で歌ったりしちゃうもんそう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 そっか気合を入れすぎてるか頑張りすぎてるんかもいや力んでるいやでもそのお母さんがね一生懸命自分のことをね遊んでくれて見てくれてるっていうのはめちゃくちゃ子供に伝わってるねすごいお母さん頑張ってんなって2人が通じ合ってる感じがすごいあるからすごいめちゃめちゃ微笑ましいけどあんまりこうゴリッとすると逆に引いちゃうからこれやってほしいできるようになってほしいっていう時に落ち着けばいいだからそれを遊びまで入れちゃってるからもうずっと緊張状態が赤ちゃん続いちゃうやん本当に常になんか全力でやってるもんもうママちゃんだな全力なんだから全力ママその旦那の育児協力的な感じはどんな感じあれはね本当にありがたいんやけど、うん、すごいできるおやってくれるイクメンじゃないですかだからほら離乳食もだから根に持ちすぎやって離乳食旦那食べてくれるパパがあげると食べる、うん、ミルクもママがあげるよりも飲んでくれるミルクも同じことが言えるかもしれないね飲んでほしいそうそうそうでミルクは、まあ、特になんか私とミルクで赤ちゃんこう見てるやん私を、うんうんうん、なんか楽しくなっちゃって
私基本なんかこう楽しいお母さんみたいな感じでいつも遊んでるから、はいはい、なんかこうミルクよりも喋ろうよみたいな感じでもうミルクそっちのけで嬉しい遊び飲みみたいな嬉しい感じになっちゃうんだ。だから、ね、本当に飲んでほしいときはミルクあげながらこう遠い目をしてお母さんどうしちゃったの私は今遊びません飲んでくださいってやってんねんけどこれはどう。そんなんおかしいやんお母さんどうしちゃったの私の目を見て嫌いになっちゃったのもうミルクどころじゃない、ってなっちゃうのでは。でもさたまに見たらさお母さんお母さんってなるからそれも嬉しいねんで母としては。そうね、嬉しいんやけどちょっとテンションが上がっちゃうから、うん、でも素晴らしいことよね。だって毎日楽しんでるわけやん赤ちゃんがさ。そう母との時間を過ごして楽しんでるやん。それは素晴らしいよ。そうかありがとう。いつも泣かないでなるほどね、うん、確かに頑張りすぎてた。頑張らないで頑張りすぎないで。私のテンション高いのはどうしたらいいと思う。でもそれはだってさマナのいいところやからテンションは下げんでいいんちゃう、うん、寝る前は下げてるのテンション。あ、意識的に。そう寝る1時間前は穏やかな時間を過ごすっていうのをテーマにしててめっちゃすごい。なんか睡眠の質がその方が良くなるかなと思っていや思ってんけどさマナめちゃめちゃ研究熱心よね多分。いやいやそれどの情報なの。育児書なのか、その他の人の YouTube とかなのか。もう YouTube も見るし、いろいろ検索する。赤ちゃん、寝ないとかさ、あるやん。その寝ぐずりとか、夜泣きした時は、そう、原因とかどうしたらいいみたいな環境を整えてみてはいかがですかとかさ。あ、なるほどね。そう、ネット検索。そういうので、いろいろ反省してみたり、こうしてみたいったらどうかなっていうのをやってる。すごい、めっちゃ勉強熱心だね。はい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 、まなちゃん、ね、悩み相談で、はい、どうぞ。たまに児童館に行くようになったの。おー、そう、なんかコロナもあったから結構私は結構気にして、はい、ずっと家にいてたね。そう、うん、あんまりもう家かもうお外に散歩したりちょっとベビーカーの世代とかでね近くを一緒にこう買い物するとかそれぐらいしかしてなくて、うん、でも多少まあコロナのその時の状況を見つつ、うんうんうん、で対策もちゃんとやってくれてるところで児童館に行ってみたら、いいやん児童館デビュー、デビューしたんです普通に。で児童館自体はすごいいい感じでおもちゃが置いてあったり、そりゃそうやそう、知らんからさ。あ、そうか。で、いろんな知らないおもちゃがあったり、ね、同世代の子がいたりして、 あれいいやんと思ったんやけど、何、うちの子がそういう場所ですっごい泣くねん。そういう場所が怖いというか、はいはい、苦手というか、場所見知りやね。場所見知りっていうかな、はいはい、やっぱりコロナもあって家でパパとママがいるっていう状況ばっかり続いて半年いちゃったから、でちょうど人見知りとかも始まる時期やっていうのもあって、余計なんか知らん場所に来たって言っていつもとも違う緊張したなんか泣きそうな顔になっちゃうんですよ。なんかおもちゃとかせっかく友達がいるから交流とかなんかさせたいのに、なんかもうってなっちゃうのが今ね。かわいい。でそれでかわいい、いやかわいいけどさ、はい、なんかすぐ泣いちゃうのはね結構困るんだよね。そう、どうしたらいいですか。はい、お答えしましょう先生お願いします。これはね、場所見知りです。なるほど。そう、あのね、上の娘、今6歳やけどが、4ヶ月とか5ヶ月とかで、まあ、同じように、まあ、児童館に、ね、うんうん、いろいろ行くやん。もうまさに場所見知り。あ、ほんとしてた。もう全然他のお友達は、まあ、おもちゃだみたいな、あ、まだ進まへんかおもちゃだって感じで遊ぶけど、うんうん、それが半年になっても7ヶ月8ヶ月でも、そうやったっけ。なんかの同じ児童館に連れて行くとちょっと慣れてくる、うんうん、その場所覚える、馴染みのおもちゃ、馴染みの、生徒保育士さんとか、うんうんうん、で慣れてくるけど、じゃあなんかちょっといつもと違って足伸ばしてどこどこ児童館にみんなで行こうって言ったらもうこうなるね、察知するよね。そうそうそう、だからやっぱ慣れかな。で1歳ぐらいまで結構場所見知り人見知りひどかったよ。本当？そうそうそう、はん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 、そうそう、そういうもんってことやね。そう、だから今ねこのコロナの状況やから、あんまりお友達といっぱい遊んだりとか、同じような状況になってる赤ちゃんとかママ多いんじゃないかなと思う。やっぱり人とこう会う機会が今の赤ちゃんとかでママが少ないから、人に慣らすとか場所に慣らすっていう機会は絶対少ない。うんうんうん、そうだからいつもこう
ベビーカーなり抱っこ紐で、うん、本当のご近所に散歩してても人がたくさんいるんだよっていうのを教えてるわけ。ママとママしかいないと思っててもいかんや。だから、ね、あ人がいるねって言ってワンワン、あれがワンワンだよ、ワネニャンニャンがいるよとか、これ葉っぱだよ、あやりすぎ、いや、まあね、外出るのが嫌になれんかったらいいけどいや今は楽しんでると思うよ、うん、でもそれって大事だと思う、ね、大事よね、そう、人をその積み重ねやと思うから、ちょっとずつね、だから中からって連れて行かへんじゃなくて、多少泣くけどまた連れて行ってもいい、そう全然いいし、別に児童館で ずっと泣いてる子だっていっぱいいるし、うちの子だってずっと泣いてるし、赤ちゃんは泣くもんやから、赤ちゃんのそういう集まる場所で泣いてることなんか何にも誰も何にも思わんし、逆に言うとみんな癒されるっていうか、なんか泣いてる子がいるぐらいの方が安心感が他の子と他のママ的にし、みんなママだから、まあ、泣くもんやって分かるから温かく見守ってくれるもんね、うん、みんながさニコニコ赤ちゃんでみんなが上手におもちゃで遊んでたら、え、うちの子ってなんかってなるやん、もう泣いてるぐらいがちょうどみんな居心地がいいのよ、ママ的には。だからね、うん、ちょっとビクビクしちゃってたけど、また諦めずに通うと、そう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 、なんかそこにしかないお気に入りのおもちゃとか、なんかお気に入りの空間みたいなのがボールプールとかあるやん、なんかそういうところ行って、なんかそこが楽しいなみたいになるかもしれないし、ちなみに、はい、カナはママ友めっちゃ多いやん、どういう感じで作ったの？自分の足で自分の足で作った。どうやって？え、そういうなんだ、児童館のなんとかイベントみたいなやつに行ったり、その自治体のなんかママの集いみたいなので、同月で何月生まれさんとかの集いがあって、うん、でそれに行って、そしたらその自治体の人たちが住所が近い人たちをグループにしてくれる。へー、そうそう、で、あ、なんか家近いですね、でまたなんか何々児童館行ってみます、何々公園もじゃあ今度行ってみますみたいな感じでお友達になって、まあ、連絡先交換してみたいな、そんな感じ。そうそうそう、児童館で一回会ったぐらいじゃ別に友達にならないよ、それはなれへんかな。そう、やっぱり今コロナでそういうママ友作り難しいよね。地域の集まりとかが少ない分、もちろんまだママ友いないし、でもたまたま行って児童館に1回会っただけの人にいきなり連絡先聞くのもあれだなとか思ってそうそうそう、カナはすごい頑張ってやってたなというイメージがある。でもすごい気合うとか、なんかすごい月齢が近いとか家が近いとかで、もうなんかなんだかフィーリングでなんか、うん、仲良くなりたい、仲良くなれそうと思ったら、別に今日は交換すればいいんだね、うん、自然な流れでさ、大人になってこうまた新たに友達を作るってないやん、なかなか、うん、そうそうそう、いや私もともとさ人見知りさんやんか、うん、で人見知りさんやねんけど、子供が生まれてからなんか覚醒してた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 、なんか、ね、なんか子供のためにと思うから、同月齢とか近い年齢の友達を作ろうっていうのですごい活動してたよね。すごい活動してた。ちなみにその最初友達になる時は、うん、カナがマナカナのカナやってるのみんな分かってる？誰も言わへん、誰も言わへん。私は一応のだってメガネみたいな、今はマスクの時代じゃなかったから、今みたいなマスクじゃなかったから、でも一応なんかちょっとだってメガネして軽い変装までいかんまでも、ちょっと恥ずかしいからこうメガネかけてぐらいの感じで、でまあ初めましてと喋ってていいけど、1回目2回目3回目で会っても全然その私がマナカナやっていう話をみんなしはれへん、うんうんうん、これ私って全然知名度ないなと思ってて、うん、まあね。でそしたらだいぶ慣れてきた頃、一生懸命会った頃に、そのもうそろそろ自分から言い出さなと思ってなんか仕事的にみたいな、なんかテレビでどうとか分かるけど、なんとなく分かるようなヒント出して分かるのをにじまして、にじまして、あ、でもお仕事大変ですよね、この間ってあのテレビ見ましたみたいな感じなんで、え、ちょっと私がマナカナやってご存知だったんですか、いや最初からみんな気づいてます、だからそのマナカナやから友達になりましょうみたいな感じに思われたくないから、本当にニュートルとか普通のママ友としてずっと接してくださってたわけ、みんな。だからね、すごい嬉しかったよ。逆にカナもすごいなと思う、なんかそういう
の出さず普通のママ友の中に入ってと思いますよ。こういうの出す？なかなか飲まないけど。友達になってくれる人絶対出さない。いや絶対出さない。ないないない。いやどうやったのかなと思って。いやそうみんなねそうやね。みんな最初言わへんね。みんな言わへんね。東京の人やから余計かもしれない。大阪の人って結構すぐ。うわー、真ん中やんやなるけど、東京の人って普段普通にこう街であってこう気づいてくれたなと分かっても、でも絶対に声かけつけはれないんで、やばい、ちょっと話しすぎてもう焦げどうしよう、これもう食べれる状態じゃないやつか。食べれる食べれる、今下向いてるけどみんなこっち向けたら焦げよ。いやでも今日はちょっと参考になる話がめちゃめちゃ多かった。どうですか、やっぱりさすが2児の母やなと思う。2児の母かつその大型の大雑把育児してるから、うん、まあそれでよろしければ参考にしてくださいっていう感じ。いやーどうすね、みんな頭が下がるの本当に。いや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 、されたりとかね、 YouTube で研究したりとかみんなすごい嫌な、今情報が溢れてるからさ、私の時はまだほら本で見たりとかアナログだったから、うんうんうん、本当に勉強になる、ね、なるほどね、頑張りすぎですよ本当に。これ美味しそうっていうのをやめればいい。そう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 それも一つして力みをちょっと取るっていうことね、まず。そうだね、で食べへんからって言って焦るから余計力むの今悪循環にいってるところを一旦落ち着かせる、うん、ありがとうございます。いいね、受講料はおいくらになりますか。じゃあこのたこ焼きで。あ、いや私もそうやったなって思う。私も一生懸命やったもん。ちょっとまたかなにのお悩み相談会第2弾やってもいい？なんかお悩みある方はどうぞコメント欄とかで、ね、私もあるし、ぜひ、ね、見てる方でもお悩みあると思うので、またかなに聞いてみよう、お悩み相談会第2弾ぜひやってみたいなと思います。多分私ももう進むにつれてまた違う、ね、新しい悩みが、ね、ね、絶対できるから聞いてください。私でよければお願いします。というわけで、はい、まあ、たこ焼きは続きますが、たこ焼きは焦げましたが悩みはちょっと解決しました。はい、動画見ていただきありがとうございました。ぜひいいなと思ったらチャンネル登録お願いします。コメントも読んでますので、はい、ぜひ書いてください。じゃあね、ではでは、ありがとうございます。頑張りすぎずに。